ラジオ DJ、スタジアム DJ、実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画はなでしこジャパン世界一への道、新企画ということになります。これまでインタビュー動画、それから WE リーグの振り返りをお届けしてきましたけども、今回はなでしこジャパンについての動画になります。僕が女子サッカーを好きになったきっかけがドイツワールドカップでの優勝。やはりなでしこジャパンはね、やらなきゃいけない。そして世界一までの道のりを追いかけたいということで、なでしこジャパンの動画も上げていこうかなと思います。そして第1弾として、今回は現在開催中女子アジアカップの振り返りです。ワールドカップ出場権を決めました、タイ女子代表との試合、こちらを少し振り返っていこうかなと思います。ぜひ最後までご視聴いただいて、そしてよろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。というわけで、なでしこジャパン世界一への道、レッツゴー。DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。さあ、それではなでしこジャパンとタイ代表の諸情報を見ていきましょう。ドン。なでしこジャパン、そしてタイ女子代表ですね。まず FIFA ランクが13位、日本ちょっと下がりましたね。一時期ね、結構上の方いましたけども、10位以内んじゃないんだっていう感じですけども。そしてタイ女子代表が38位、まあ FIFA ランクで見ると格下なのかなということで、まあ意外や意外だったんですけども、アジアカップ最高成績、タイ代表、なんと1983年に優勝しております。で、日本はご存知の通り、今2連覇中です。3連覇がかかっているというところ。そして、ワールドカップ最高成績、はい、ご存知の通り、2011年ドイツワールドカップ優勝。現在、ワールドカップに関しては、タイ代表は2大会連続出てるんですね。はい。まあ3大会連続の出場を狙うと。いうところです。まあ日本もね、まあ前回大会はベスト16に終わりましたから、まあこれより上、まあ頂点を目指していくというところになります。で、グループリーグの成績見ていきます。まずなでしこジャパンがミャンマーに 5-0、 ベトナムに 3-0、 まあここは危なげなく勝ちましたけども、第3節韓国代表とは1対1の引き分けということになりました。まあちょっとね、前半32秒に先制して良かったんですけども、終盤1点を決められて同点と。そして、タイ女子代表の方ですけども、第1節、フィリピン代表に 0-1 で負けます。ただ、インドネシアに勝って、オーストラリアに1点取ってるんですが、負けたということ。まあ、これでグループ3位なんですけども、他のグループとの成績の兼ね合いで、決勝トーナメントに進出をすることができたと。というわけで、なでしこジャパン、タイ女子代表の諸情報をお伝えしました。DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。さあ、それではメンバーの方を見ていきましょう。メンバーはこちらになります。ドン。まあどちらも442なんですけども、日本の方はどちらかというと4-4-1-1みたいな感じだったのかな。まあ、岩渕真奈選手と田中美奈選手の2トップでスタメン入りましたけども、どちらかというと岩渕真奈選手はちょっと下。でもトップ下では完全にはないかなっていうところで、1.5 列目。はい。で、田中美奈選手が、まあ、ちょっと上にある2トップだけど、まあ、1トップ気味みたいな感じでいたんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはでも、順当なメンバーがスタメンに名を連ねたなというところですけども、やっぱ2ボランチ、やっぱね、マイナビで一緒にやっているっていうところやっぱ大きいですし、ここのパス交換っていうのもやっぱいいし、左サイドにね、宮崎になったですし、ここもマイナビですし、このなんかマイナビホットラインがね、めちゃくちゃ良かったんじゃないかなと、この試合、思います。はい。で、猶本光選手に関しては、やっぱ、サイドなのかなっていうふうに僕は思います。なでしこジャパンではね、やっぱボランチでもプレイしてますけども、まあ、浦和レッズだと今最近ではやっぱサイドでプレイしてるんですよ。はい。で、猶本選手がサイドにいることによって、やっぱりサイドからゲームメイクできる。まあ、なかなか中で崩せないところをサイドからゲームメイクできる。で、いいボールがやっぱり猶本選手からキックで入るので、そこからチャンスにつながりやすくなるっていう狙いはかなりいいんじゃないかなというふうに思います。だから、長谷川唯選手とか、宮澤ひなた選手とか、こういうもうバチバチのサイドアタッカータイプより全然違うタイプになってくるんですよね。猶本光選手。どちらかというとゲームメーカータイプなので、こういう選手がサイドにいるっていう、サイドに置けるっていうこと自体、日本のオプションが増えると思うので、これはかなりいいんじゃないかなと
というふうに思います。また、ね、成宮優衣選手もいますし、まあ僕らどちらかというと成宮優衣選手はサイドに置くんじゃなくて、トップ下に置いたりとか、フォワードのね、ちょっと近くに置いてほしいなというところなんですけども、ただまあサイドでもね、めちゃくちゃいい働きをしますから、そういったところに期待してほしいなというふうに思います。ただちょっと残念だったのが、やっぱり、田中美奈選手ですよね。はい、前半9分で、ちょっと膝なのかな、ちょっと詳しいことあれですけども、まあ田中美奈選手が怪我をしてしまって、菅沢優衣香選手が途中出場で出たというところ、まあそこちょっと心配です。ただその菅沢優衣香選手が、ゴールを決めた、なんと4ゴール決めて、大爆発したと。いうところで、岩渕真奈選手がやっぱ PK 外してるんですよね。でゴールを奪えていないというところ、ちょっと気になるところではあるんですけども、優勝へ向けてはこのブッチーの活躍、そして長谷川優衣選手の活躍は期待なんじゃないかなと思います。まあ先ほど言いましたけど、あと長野風花選手はまあ多分ね、このチームでは中心、もう太しいジャパンは長野風花選手をおそらく中心に考えてるというふうにね、はい、思います。というわけで、日本とタイのメンバーご紹介しました。リゾート、さあそれではなでしこジャパン対タイ女子代表の結果見ていきましょう。ドン、はい、もうご存知の方も多いと思います。 AFC 女子アジアカップ準々決勝、7対0でなでしこジャパンが勝利を収めました。この結果、なでしこジャパンが9大会連続のワールドカップ出場権獲得です。やっ、まあ、当然と言っちゃ当然の結果なんですけども、これはもう通過点に過ぎません。シュート本数注目してください。日本30本打ってます。まあ、あと3点ぐらい決めて欲しかったかなっていうね。うん。10対0ぐらいにして欲しかったかなと思いますけども。はい。で、シュートはね、タイの方が2本なんですよね。まあ、ディフェンスの方もうまく抑えてたのかな。日本が攻めてたことによって、タイもなかなか攻められなかったのかなというところです。で、このキックもゼロに抑えてるところ、かなりここは評価できるんじゃないかなと思います。ただね、ファールが一緒なんですよね。日本もそれだけファールをしているということで、まあ、やっぱ上の相手になってくると、セットプレーっていうのは結構脅威になってくる。まして日本相手だと、やっぱり日本はどうしても世界の強豪と比べると、身長差っていうのが出てきてしまう。だからそういうところを考えると、やっぱりこのファールっていうのは少なくしていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあ支配率 74%、60% 以上あるってことはもうかなり圧倒してた試合だったということで。というわけで、なでしこジャパン対女子代表の結果お伝えいたしました。DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。さあこの試合の注目ポイントお伝えしようかなと思います。まあなんといってもやっぱ先制点です。はい。で、日本の先制点なんですけども、こういうような形になったと思います、最初。はい。青が日本の選手、白がタイの選手、人の動きが点々、そしてボールの動きが線ということになります。ちょっと注意深く見てほしいんですけども、10番の岩渕真奈選手がこの位置までドリブルを仕掛けます。で、一人ついてくるんですね。で、ここで後ろを向いて、今度は15番の長野風花選手にボールを渡します。で、この長野風花選手からのボールが良かったんですけども、7番の選手、これ隅田凛選手。隅田凛選手は長野風花選手とダブルボランチを組んでる選手で、やっぱこう、岩渕真奈選手がボールをガッて持った時にみんなガッて上がったんですね。で、そこでちょっと残っていた隅田選手。まあ、ボランチが一人この位置まで行けるっていうことはかなりいいことですし、攻撃のね、層が、厚みが増すということで、これはかなり良かったと思います。その長野風花選手から隅田凛選手へのパスが送られます。この縦パスがめちゃくちゃ良かった。中村健吾さんが解説でもう大絶賛してましたけども、この縦パスが良かった。これがバチンと決まったことによって相手を動かしたんです。はい。人の動きをちょっと見てみてください。これでね、隅田凛選手に入ることによって、タイディフェンダーが食いつくんですね。センターバック1人と、それからボランチの選手1人がやっぱ隅田選手にグッと食いつくんですよ。でそのスペースを空けようと岩渕真奈選手についていたボランチの選手がスペースを埋めに行くんですね。動くんですよ。そうするとどうなるのかというと、はい、空いたスペースにパスを送るわけですよ。はい、まあ、スルーパスですよね。隅田凛選手がちょっと、まあ、引っかかるんですけども、うまくボールをキープした、ボールを保持した、で、間が空いて、ちょうど左サイドの宮沢ひなた選手が、ぽっかりと空いたんですよ。で、そこにパスを出した。まあ、そのパスはちょっとずれてしまったんですけども、しっかりと立て直して宮沢選手がマイボールにしたと。で、宮沢ひなた選手にも、選手が一人ついてくるんですけども、ちょっとこれは遅れてたので、宮沢選手にとってはもうこんなもんちょろいと。英語でうまくトラップしてからの動きで。で、
菅沢選手の前に一人ディフェンダーがいるんですよね。はい、これサイドバックなんですよ、実は。はい、サイドバックの選手がこの位置にいて菅沢選手をマークしてたんですけども、やっぱ宮澤選手に入ったことによって、サイドハーフの選手が動くんじゃなくて、サイドバックの選手が行ってしまった。となると、じゃあ9番の菅沢選手が空きますよね、という話です。はい。23番宮澤ひなた選手がボールを持って、クロスを送ります。で、菅沢選手のやっぱポジショニングの取り方で入り方も抜群でしたね。まあもともとそのポジションにいたから良かったっていうのもありますし、宮澤選手のところに人が食いついていって空いて、でやっぱゴール側にセンターバックがいたんですよね。でそれを抑えながら宮澤ひなた選手のクロスを菅沢選手が得意のダイレクトで合わせるという、もうこれは菅沢選手すごい良かったですね。あの動き方をできるフォワードってなかなかいないし、ポジショニングが上手いがゆえにやっぱあれだけ点取れるんだなっていうのはものすごく分かりました。なのでまあこの先制点のポイントに関して言うと、岩渕真奈選手のあの果敢なドリブル、そしてボールをキープできたところ、そして15番長野風花選手の縦パス、隅田選手がよく見ていた。で最後は菅沢ゆいか選手、まあ宮崎奈太選手ももちろんいいボールだったんですけども、菅沢ゆいか選手のポジショニングセンスが光って、最後はお得意のパターンということで、その辺がポイントなんじゃないかなというふうに思います。もうねこれはね、僕は何度も何度も見返してどんな動きしてるのかなって思うと、でもかなり勉強になりましたね。一応ちょっとダゾーンで細かくちょっといろんな人の動き見てください。そうするとね、またサッカーがより面白くなるし、なでしこジャポンも意外にすごいね、あの戦術とか要所要所のところでいろいろやってますし、でまたパスがね送られたのはね、マイナビマイナビマイナビっていうね、もうそれもまたねすごいなというふうに思いました。というわけで日本の先制点をご紹介、注目ポイントご紹介いたしました。 DJ わたるサッカー伝道師チャンネル。さあそれでは注目選手を挙げていきたいと思います。注目選手はこの選手です。ドン。この動画を見ている方はご存知だとは思うんですけども、僕はなかなかね、あの得点を決めた選手挙げないっていうのはあるんですけど、もう圧巻の活躍だったんで、挙げざるを得ません。もうこの選手が点を取ったからこそ勝てた、あの時間帯で点を取ってくれたからこそ勝てた、そして途中出場緊急登板だったにもかかわらず、緊急でも野球みたいですけど、関わらず点を決めてくれたということで、やっぱり菅沢選手を挙げなきゃいけないなと思います。アジアカップ、まあ2022成績3試合で、まあ4ゴールですけども、4得点。そしてね、特筆すべきはここなんですよ。アシストが3つ。菅沢選手のすごいところってやっぱそこなんですよね。ゴールを決められることはもちろんですけど、やっぱりポストプレーがやっぱ魅力ですし、でね、菅沢選手って優しいのかなと思うのが、結構ね、自分で打ってもいいよって思うところで結構パスするんですよ。はい。まあ、ストライカーだから打てよって思う方もいるかもしれないんですけども、やっぱアシスト数が多いってそういうところですよね。強引さももちろん大事なんですけども、味方をちゃんと見てるというところはやっぱり菅沢選手が評価されるゆえんなんじゃないかなと僕は思っております。というわけで、まあ、次の試合も先発で出るでしょう。菅沢ゆいか選手、注目してください。というわけで、注目選手発表いたしました。DJ わたるサッカー伝道師チャンネル。はい、それでは女子アジアカップトーナメント表を見ていきましょう。こちらです。ドン。はい。現在残ってるのは準決勝中国、日本、韓国、フィリピンということになりました。こちらがベスト4でワールドカップ出場権獲得、オーストラリアも含めて、まあ開催国ですからオーストラリアも含めて、これでまあ本大会にストレートでいける出場国アジアは決まったと。いうことで、負けたベトナム、タイ、それからチャイニーズ・タイペイ、こちらはですね、大陸間プレイオフを行うためのアジアのプレイオフを戦います。で、今ね行われてたんですけども、ベトナム対タイの試合、ベトナムが2対0で勝利を収めたということ。まあこれで上位2チーム、この3チームの中の上位2チームに入れば、大陸間プレイオフに進出することができる。でこの大陸間プレイオフというのは他のどの大陸も集まって、その中で上位確か3チームだったかな、ごめんなさい詳しい方あれですけども、がワールドカップ出場権を獲得できるということになっております。はい。で日本は、
中国代表に勝利をすれば3大会連続で決勝進出が決まるということです。まあ、中国に勝てば決勝は韓国かフィリピンになると。まあ、おそらくこの状況でいけば韓国になると思うんですけども、日韓戦。ただ、フィリピンも強いですし、見たいのはやっぱウィーリーガー対決が見たいじゃないですか。ね、サリーナ・ボールデン選手、それからクイーン・ディクエザダ選手いるから、やっぱその辺はね、ウィーリーグ対決も見たいなというところ、フィリピンにもちょっと頑張ってほしいなというふうにはね、思います。まあ、韓国来たらもうそのすごい試合になるんじゃないかなとまた予想されますか、どうなるのかというところで、まあ、韓国に勝たなければ、アジアカップ3連覇はないという状況。まあ、オーストラリアに韓国が勝ったっていうのはちょっとびっくりしましたよね。順当にところオーストラリア勝つんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、ね、オーストラリアもアジアのチャンピオンを目指していたんですが、まあワールドカップ出場権を獲得しているっていうところもちょっともしかしたらね、油断としてあったんじゃないかなというふうに思います。というわけで、女子アジアカップトーナメント表をお伝えしました。DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、中国女子代表となでしこジャパンの情報をお伝えしていきます。中国代表とは準決勝、日本時間2月3日木曜日。これはちょっと遅いんですよね。午後11時からキックオフとなります。皆さん起きてちょっとね、皆さんで応援しましょう。FIFA ランクは、まあ日本のちょっと高いです。中国代表19位。まあちょっとね、アジアの大会では結構中国と当たって苦戦を強いられるんですけども、なんとか勝ってんのかなっていうところ。直近4試合の対戦成績で言うと、3勝1敗と勝っているという状況。で、ここまでの成績を見てみるとですね、グループリーグ2勝、インドが棄権をしているので、1試合少ないんですよ、中国代表は。だその辺の、なんていうのかね、体力的に言ったら1試合少ない分、ちょっと中国女子代表の方がいいのかなというふうには思います。ただ、まあ、その辺はおそらくあんま関係ないかなと思うんですけども、延長とか言ってしまうともしかしたらその辺差が出てきちゃうのかなというところかなと、ってことですね。まあ、なるべく、まあ、岩渕真奈選手とか、長谷川優衣選手はね、早めに、対戦こう、期待してましたけども、まあそういったところコンディションワークとかどうなってくるのかなというところではあります。はい、まあ延長なしで90分で勝ってほしいなというところです。まあ今までこのアジアカップで当たってきた中では一番強いと考えて、まあ韓国と中国同じぐらいって考えた方がいいかもしれないですね。もしかしたらね、もしかしたらちょっと韓国の方が強いかもしれないですけども、まあ一番強いと思ってた方がいいと思います。というわけでこれで勝てば3大会連続決勝進出ということで。23時キックオフです。応援しましょう。というわけで情報をお伝えしました。DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。じゃあそれでは中国戦の予想スタメンをお伝えしていこうと思います。予想スタメンはこちらです。ドン。前回の対戦とはですね、一人スタメン変わるんじゃないかなというふうに思います。まあそれ以外は変わらないと思います。まあ怪我をした田中美奈選手、菅沢優衣香選手が入りましたけども、そのまま菅沢優衣香選手が入ってで、まあ、おなじみの2トップになるんじゃないかなと思います。岩渕真奈選手が、まあ、ハーフタイムで交代した、長谷川優衣選手も交代したということを考えると、この2人は絶対に出るなという予想で、2トップは岩渕選手と菅沢選手。そして右が、まあ、最近右なんですね。長谷川優衣選手。そして、まあ、ボランチもこの2人でしょう。おそらく長野風花選手が出るんだったら、林選手か、隅田凛選手のどっちか。で、まあ、林選手この間出ましたけども、やっぱ同じチームでやってるっていうことと、コンディションどうなのかなっていうところで、隅田凛選手、このコンビネーションいいですから、2人。で、やっぱり左サイド誰が入るのかなって考えたときは、おそらく、まあ、植木選手とかもね、入れたいんですけども、植木選手は多分トップで入れると思うので、どちらかというと、やっぱり宮田ひなた選手、まあ、太しジャパン、もう、なんていうの、体現、太しサッカーの体現者みたいな感じですから、やっぱこう左サイドの宮田ひなた選手を置くんじゃないかなというふうに思います。で、4バック、ゴールキーパーも変わらず、まあ、サッコがね、池田選手がまだちょっと試合出てないんで、試合出てほしいなっていうところではあるんですけども、やっぱ守護神、山下選手が出るんじゃないかなと思います。まあ、あと4バックね、ここまで1失点ですから、まあ、このディフェンス陣がどう踏ん張れるか粘れるかというところも注目かなと思います。というわけで、予想スタメン、お伝えしました。DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。さあというわけで、なでしこジャパン世界一への道アジアカップ準々決勝対女子代表編をお伝えしました。いかがだったでしょうか。まあ初めてのね、試みということで、これアジアカップだけではなくて、やっぱワールドカップ出場しましたから、ワールドカップのね、振り返りをやったりとか、なでしこジャパンが試合があるたびにやれればやりたいなと思ってます。それで、
長もちょっとやってみたいんですよね。1000人超えたらちょっと同時視聴やりたいなと思ってますので、ちょっと皆さんを巻き込んで、いろんな方を巻き込んで、一緒にね試合を見て、なでしこジャパンの試合を盛り上げていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひですね、ちょっと周りの人に、周りのサポーターに、 WE リーグサポーターに、なでしこサポーターに僕の動画を紹介してもらって、Twitter とかで拡散してもらって、ちょっとぜひ WE リーグ女子サッカーを一緒に盛り上げられたらなというふうに思っておりますので、チャンネル登録、コメント、高評価の方お願いいたします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。